こんにちは、メイキングアーカイブ IL2C の、シャープ6の6を、始めたいと思います。今回もよろしくお願いします。前回、テストコードを書けるような環境を準備しました。で、今日はですね、この後、どういうふうに直近で何かそのやらなきゃいけなさそうなののうち、どれから着手するかみたいなことをちょっと上げていってで決めようかなというふうに思っています。まず、最低限の、今回ソースコードで、変換がうまくいくっていうのを確認しましたね。それは32ビットのイントの値を足し算して、結果を返すという関数で、それは出力はうまくいってそうだということで、次のステップで一番簡単に思いつくものとして、他の方ですね、ちょっといきなり複雑なクラスの方とかそういうのを扱うとまたトピックが多すぎて大変なので、近しいものとして例えばロング、ここでいうロングっていうのは C シャープでいうロングで要するに64ビット整数、についてのコードをサポートをしてみようかっていうのがありますね。これちょっと休み休み考えたりしてたんですけど、多分ね大きくは2通りこのロングのトピックでもありそうな気はするんですが、まとめてロングということにします。で、他にですね直近としては、引数のサポート、最初の、ファーストステップでは引数は全くない、CE でいうところのボイドですね、引数なしっていう状態でやったので、ここに例えば、イントの、イント32ビットイントですね、イントの値を1個とかイントの値2個とかですね、こう引数を追加した状態でそれが問題なくいけるようにするっていうことを考えるみたいなところが一番直近で検討すべきところかなというふうに思っています。で、ここを発展させると例えば、こいつについて言うともっと他の方ですね、多分32ビットと60ビットの整数がいければ、8ビットとかいけますね。8ビット16ビット整数とかはその同じ流れでできそうですよね。なんとなく他こうしとくか、8、16、ブール型、そうですね、ブール型、あと何があるかな、フロートとダブルとかありますね。フロートとかダブル型、あと何があったっけ、C シャープで言うとデシマルとかありますね。なんですが、デシマルは直接対応する C の型がないような気がするので、UTT 関数とか使えば、ひょっとしたらそういう実装があればできるかもしれないですけど、そういうことを考え始めないといけなくなるので、ちょっとデシマルは除いておきますか。あと、キャラ型ですね。ここはちょっと深い感じになるのかな。キャラ型、C シャープでいうところのですよ。これ C で言ってキャラ型って言ったらバイトですよね。この8ビット整数に相当する部分になるんで、それとは違う、
C シャープでキャラ型というと16ビットユニコードが想定されていますね。それを一体どういうふうに扱うのかっていうのを考えるのはおそらくトピックとしては意外なほど大きくてですね、対象のターゲット、今あの僕ら目先では IoT デバイスにコンパイルできるネイティブコードを出力できるってことを考えてますけど、じゃあ IoT 上でそのキャラ型、1文字の文字ってどう表現するのって IoT みたいなそういうあの小さいデバイスだと、ユニコード16ビットユニコード内部で扱うのみたいな話とかあって、そこは何か決断を迫られそうな気がしますよね。そしてどう表現するかっていうことも含めて、でこのキャラ型に触れるとこれは避けて通れなくなりますね。なんとなくストリングC シャープでいうところで、C シャープでまあドットネットでっていうことなんですけど、ドットネットでストリング型って要するにキャラの集合ということになってますね。なのでこれはあの C 言語側はあのキャラはまあ普通キャラ型で扱っていて、7ビット整数、まあ符号あり7ビット整数で扱うみたいなことになっており、でしかもですね、あの文字列に対する操作ってあの例えばストラレンとかストラキャラとかあのストラキャットとかですね、ああいう関数を使って操作することになってますよね。そういえば、文字列の操作をドトネットが出てどうやってやるんでしたっけ。ストリングというのはですね、実はシステムストリング、型ですね。システムストリング型ってクラスなんですよ。なんで、まあ内部は普遍ということになってるんですけども、内部 の値というか文字列は普遍ということになってるんですけども、クラスなので、私たちがこの文字列に対していろいろ操作を加えたい時って、そのメンバーがメソッドを呼び出すわけですよ。例えばまあ、これはプロパティですけど、文字列の長さを取得したい場合はストリングのレングスというプロパティを参照します。その時は、内部はユニコード、16ビットのユニコードで表現される文字列が入っていて、そいつの文字数がレングスのプロパティの結果として返りますね。もうちょっと言うのが、見えてるか、見えてる。例えば ABC って書いてレングスでやると、これは、3ですね。これは、ユニコードであることをちょっと除いて考えて、単純化して考えると、これ C シャープの世界、 C の世界ではストラレンカッコ ABC みたいに関数に置き換わらなければいけないですよね。でしかもストラレンは、16ビットユニコードではないですよね、扱いとしてね。暗示キャラクターというか、8ビットなし7ビットの、まあ、ポインターを渡すことになっているので、まるで違うわけですね、扱いが。でじゃあドットレングスじゃなくて他に何かドット何がしっていうそのメンバーメソッドを呼び出された場合、どうなる、対応する文字列の操作としてはどうなるのかみたいな、要するにこれってあのクラスが認識され、ストリングというクラスが認識され、それの、メンバーにアクセスするときにC のコードとしてどういうふうに変換されるのかっていうのは、今まで考えているもの以上に複雑な操作になる。まあもうちょっと言い換えるなら、まあ結局のところですね、クラスのハンドリングを、あのクラスを適切に変換できる能力を求められるわけですよね、これをやるために。なの でそしてそこに絡んでるんですよ、キャラ型は。なので、実はキャラ型とかストリング型をやるっていうのはかなり大きなトピックになります。まあ、とはいえ、いつかやることになりますよね。まあ、ただ、今すぐじゃない方がいい。
今はイントしかできないので他の型あのプリミティブ、まあ、プリミティブタイプと呼びます、まあ、単純なものはプリミティブタイプがどのようにその変換にあの関わってくるのかっていうのがこう明らかになって実装もうまくいき、でその後ですね、どういうふうにするのかっていうのを、まあ、取り組むようにした方がいいんじゃないかなと思います。思いますし、これ今、まあ、プロパティをちょっとあの例に出しましたけど、まあ、例えば、なんだろうな、サブストリングとかもありますよね。C シャープで、ABC、サブストリング。こう書けますよね。まあちょっと C のコードは省略しますけど、こうやって、まあ、メソッドを呼び出してるんですけど、ここ引数渡してますよね。2つ、インデックス番号1から2文字を、切り出すみたいな感じでというふうに引数を指定しているので、まあ実は順序としてはですね、引数のサポートがどのように行われるのかっていうのが先に分かってた方が多分こちらに取り組みやすいという意味でも、まあ多分このストリング型とかサポートする前にですね、引数のサポートはまあ先にクリアしておかないと難しいんじゃないかなっていう気がしますよね。そんなとこですかね。あと何があるかな。イント、ロング、ストリング、ああ、そしてこれらに並んで難しい、部分が分岐ですね。分岐のサポート。まあこれないとね、あのプログラム書けないですよね。分岐がないとね。で、C シャープのレベルで言うならば、まあ例えば if else、if else です。else ブロックに相当するものを for i for for each あとスイッチケースとかもありますね。まああとなんかあったっけ。まあ広義な意味ではトライキャッチとかトライファイナリーもそれに該当するのかもしれないですけど、以前話した通り例外のサポートっていうのは今やってることよりもはるかにいろいろ考えなきゃいけないので、もうもっともっと後回しでいいと思います。で、まあ分岐のサポートとしてパッと考えるのが、まあ、このぐらいあると。で、まあこれ C シャープで書いた例なので、IL に落ちるとどうなるのかってことですね。IL はあの基本的に条件ジャンプ命令に対応すると思います。で、この辺の、あの、コードっていうとちょっと、まあ、語弊がありますけど、まあ、要するに構造化プログラミングに相当する、あの、この辺のキーワードは、まあ、全部 IL のジャンプ命令に置き換わってるはず。ジャンプ命令に置き換わると、ジャンプ先をサポートするために、あの、ラベルですね。あの、ラベルで指定された場所がどこなのみたいなことを、考えておかないと、C 言語の方で、あの、そのジャンプをサポートするためには、GoTo で飛ばさなきゃいけないので、GoTo の飛び先をラベルで、示せるようにしなきゃいけないので、ラベル判断して適切につけるとか。まあ、あの、ぶっちゃけですけど、あの、IL スパイでやってたみたいに、全部の行に、あの、一個一個違うラベルをつけるっていう、あの、力技も、まあ、なくはないですけど、まあ、そんな、ラベルを、あの、ハンドリングする、生成するっていうようなことを考える必要があるかなと思います。そして、それは、あの、物理的側面で、僕らがその IL2C を作る上で、これをやるのは、実は もっと大きな隠れた問題が、で、まあ、最初に作ったバージョンですね。で、スタックの操作、評価スタックの操作っていうのを、まあ、模倣して、でどこの、行で、どういうあの、
シンボルがサポートされているのかっていうのを、判断する材料にしたんですよね。あのスタックの操作は実際にやることで。なんだけど、これ分岐されると、そうするとあのスタックがどう消費されるか、あの生成されて消費されるのかっていうのは、その N 通りの組み合わせが増えてしまう。今まであの開始地点から終了地点まで一直線だったんで、あのその通りにスタックを操作すれば、その通りにこうスタックがどう参照されるのかって分かったんだけど、例えば if で条件が true の場合と false の場合ではスタックの操作方法が変わってくるかもしれないですよね。まあ while もそうですし for でもそう。なので、実はそのあたりなんかもうちょっとあの考えてうまくやれる方法を、まあ、なんか編み出さないと、なんか今の方法のままでは、分岐のサポートっていうのはできない可能性があるかなっていうのを、まあ、ちょっとぼんやりとあの考えてました。であとですね、4each は高度すぎますね、まだ今は。まあ、ちょっとわかんないですけど、4each がどうあの IL に展開されるのかっていうのをもうちょっと詳しく見ないといけないかもしれないですけど、多分ね今の段階では全然サポートできない。型がダメですね。まずあの任意の型がサポートできてないので、っていうのはこいつはあの IE ナミナブルを想定するので、まずそれがダメ。型のメンバーにアクセスしなければいけない。ゲットイナミナブルメソッドを呼び出すので、まあ、そこも多分ダメなので、多分 4each がね、 4each って僕らの感覚ではすごく簡単にできそうな気がするんですが、実際にその IL から IL2C でサポートできるようになるためにはまだまだクリアしなきゃいけないものがいっぱいあるような気がします。で、あと、スイッチケースはですね、スイッチケースはねそれほど大きな要素はないような気がするんですが、ちょっと記憶がやふやなんですけど、スイッチケースを便利にやるための専用の IL の命令があったようななかったような、ひょっとして Java のバイトコードにあって IL にはなかったかもしれないですけど、ちょっとその辺曖昧なんですが、まあちょっとあの普通 の if else のサポートとはまたちょっと違う可能性がある。まあこれはこれをやるときに、どのみちもしそういう IL があればその IL をサポートしなきゃいけないので、あの多分考える、その時考える必要があるかなというふうに思ってます。他どうですかね、ちょっとパッとは思い浮かばないんですが、だいたいそのぐらいですかね。あとはまあ引数のサポートの中に、まあ、今イント1個イント2個って書きました。まあ型のサポートができれば任意のキー型、引数によって型が違うかもしれないので、キーの X 型 N 個が、サポートできるようになる。加えてややこしい問題が、パラムアレイですね。パラムズ、パラムアレイ、パラムアレイ属性。こうやってあの C シャープでは、可変引数長なんですけど、可変引数長をサポートするにはどうしたらいいかっていうトピックもありますね。これも結構あの結構なあのボリュームがあるような、ボリュームというかですね、あの難しい問題を抱えてますね。いや何そんな難しくないじゃん。 C シャープではこれは任意の配列ってことになってますね。例えば、パラムズオブジェクトの配列アーグズみたいな風に書くわけですよ。だからこれ要するに結局は型は何かの配列だから、別にそう難しく考えなくても配列ってことで私はいいんじゃないのみたいなことで、配列ありますね。それも配列をどう扱うかっていうのはありますね。まあ
そもそも配列とはみたいな話あるんですけど、 C に配列を持っていく場合は、まあ C 言語って実はこの配列とポインターの扱いがすごくダメな文法なのでなんか微妙なんですけど、まあじゃあポインターで扱いはいいんじゃないのとか、まああるいはサイズはどうやって扱うのみたいなね、文字列だったら最後はヌルシュータンされるんだけど、他任意の配列って言ったらどういうふうに扱うのみたいな、何らかの型、クラスであればなんか最後ポインターポインターポインターっていうポインターの配列にして最後シュータンヌルっていう考え方もあるかもしれないですけど、いや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 、なんか渡す時に、配列の長さも渡せるようにした方がいいんじゃないのっていうとかですね、あるいはじゃあ先頭と配列の長さを表す小さいタプルのようなそういう構造体を作って渡すべきなんじゃないかとかですね、まあいろいろあるわけですよ。でさらに言うなら、C 言語側っていうのは可変引数ってありますね、 VAR って呼ばれてるものですけど、これは C シャープ、C 言語では、VARっていう仕組みがあってですね、これで可変引数が実現できます。一例としてはプリント F ですね、プリント F の可変引数とかではありますね。C から見ればですよ、 C から見れば可変引数っていうのは VAR でやってくれた方がこうなんか馴染み深いわけですよ、自然というか、C シャープではパラムズでやってくれた方が自然で扱いますというようなことがあるので、ここをどういうふうにやるのか、もう完全に妥協してまずはもうとにかく C シャープから呼び出される場合は C シャープ流の配列で全部受け取りますっていうふうに、するって方法ももちろんあります。なんかいろいろ考えた結果、まあそう仕方がないからそうするって選択肢ももちろんあり、なんかうまくできるんだったらなんか VAR と親和性の高い方法でやりたいですよね、というようなことをな考えなきゃいけないので、このパラムズの扱いは結構大変、考えることがやっぱり深いことを考えないといけないのかなっていう気がします。うん、であとその今言ってた型、そもそも配列をどう扱うかですよね。配列はもう本当これまた難しくて、何が難しいっていうのは配列のインスタンスをどう扱うかですね。C シャープでは必ず、配列って配列のインスタンスが作られるんですよ。なのでこいつは、参照型の一種になってるはずです。ですが、まあ、それを C 側で、本当になんかその通りにするのか、 C 側で一番こうベターなのは、まあ、C でいうところの配列として扱える、つまりC の配列型にするか、あるいはポインターとして操作できるかっていうのが一番親和性が高く分かりやすい形になるんですよね。その相互変換をどうするのか、それからメモリがどこで確保されて解放されるのか、C++ なら、new で配列を作ったりとかできますよね。でなんですけど C には一応そういう決まり事というのは基本的にないので、なのでここなんとなくランタイムライブラリのサポートがちょっといるんじゃないかなっていう気がしますよね。どうしても避けられない、インラインで全部書けないみたいな、C シャープから C になんか配列を渡して、その後その配列はどうなるんだみたいなことがあると、まあ、結局ですね、この配列っていうのはドットネットでいうところの、システムオブジェクトシステムオブジェクトを継承してシステムアレイクラスが継承されています。こいつが実行時に、まあ実行時でもないんですけど、具象型で、見えてる具象型で、例えば T の配列みたいな感じで継承すると、こういうふうになっているので、まあ結局ですね、システムオブジェクトをどう扱うかっていうことを考える必要が出てくるんですね。これ
まあ要するに参照型ですよね。参照型の扱いをどうするのかっていうのを配列を使うときには考えなきゃいけない。同時に、任意の型、を扱うときにも任意の型はどこからか最終的にはシステムオブジェクトを継承しているはずなので、そいつらのサポートも考えると、まあ、任意の型全体についてどう扱うのかっていうのを、あの今やってるプリミティブ型以外ですね、をどう扱うのかっていうのをなんか、まあ、これをやる頃には考えなきゃいけないというような感じですね。まあちょっとね、配列を扱うところは少しあれですね、もうちょっと任意の型に踏み込む前に配列をなんか擬似的にでもいいからなんかサポートして、それからなんかこっちを踏み込みたい気もしますけど、相互に関係しているので難しいかもしれないですね。やってちょっとやってみ考えてみないと分かんない感じですよ、はい。だいたいあの直近で検討しなきゃいけないのはこのあたりかな。この辺ができて、あとは、前回言ってたような例外をどうするかとかいうような話とか、あるいは、まあ、究極的にあれですね、デリゲートどうするのかとかいう問題も後に控えてますね。デリゲートを C に渡せると、C の方からコールバックができる。C シャープのコードに対してコールバックができるみたいなことを考える必要があるので、そこはあの関数ポインターをどう渡すかみたいな話になるわけですけど、もうちょっと今あの喋りながらできるあの話題ではないですね。めちゃくちゃ複雑な問題がそこに絡んでいるような気がします。はい。なのでまあちょっとそういうのも先のことを考えるともしょうがないので、まあすでにこんだけのボリュームがあるので、なのでまあこれをあの順番にあのちょっとずつやっていくと、あの全部一挙にできないので、ちょっとずつやっていくということで、目先はまあとりあえずロングをやってみましょう。でロングをやれば、そうすればロング以外のプリミティブタイプも同じようにやればいいというのが分かるので、それの実装も試してみると、その辺練っているとなんとなくキャラ型をどうすべきかっていうのは見えてくるかもしれないですね、少しだけ。ただキャラ型を本当に着手しようと思うと、ストリング型で扱われる場合どうなるのかとかいうことを真剣に考えなきゃいけなくなるので、まあちょっとアイデアは出るかもしれないけどすぐには着手できないような気がします。あとは、複数のサポートをその次にやってもいいかもしれないですね、まあ、あるいはこっちだけ先にやって複数のサポートをやって、それから、他のプリミティブタイプをやるとかいうような感じでもいいかもしれないです。そのぐらいやってくると多分これはこの後どれをやるべきかっていうのがあのちょっと見えてくるかもしれないですね。まあ分岐をちょっとやってみたい気もしますね。っていうのはさっき言ったように、そのスタックの操作をシミュレートして今あのソースコードを生成してるんですけど、でも多分そこのやり方に手を入れないといけないので、こちらの方いろいろやって規模が大きくなってからこれをやるとですね、あの話を吹くかもしれないので、まあできるだけ早い時期にこいつの、まあ、if else だけでもいいからなんかできるようにしておくと、多分 if else も while も IL に落ちたら区別つかないはずなので、 if else ができれば while もできるし for もできる、ひょっとしたらスイッチケースもできるかもしれないので、まあその早めにあの分岐のサポートの方をやって、でそれから残る、任意の型だとか配列だとか、まあ、引数にあの任意の型が渡された場合だとか、まあ、あるいは任意の型やる前にこっちをやった方がいいかもしれないですけど、キャラ型ストリーム型を着手するという順序でやったらいいんじゃないかなっていう気がしますね、はい。なんで、まあ、目先まずこれをやりましょう。ロングをやるということにしましょう。さて、なんかね、今台風が近づいてまして、外はすごい音が聞こえるんだな、これ。ヒューヒュー言ってます。途中で停電なんてことも、まあ、あり得るかもしれない。まあいいや、
気にせずやりましょう。IL2C。伝統のラインが出たらほぼロード完了なんですよ。それまではね、多分認知ってもね、全然 VS が応答しなかったりするんで、しばしばで、あ、出たかな。はい、こんな感じ。こうなれば、触れるという感じですね。で、まあ、ちゃっちゃと、ロングに対応させましょうかね。まず、間違えました。テストコードの方にですね、これ、今、メインとしてこういうコードを書きました。これのロングバージョンを書けばいいわけですよね。で、ちょっと名前が被ると嫌なんで、イント3にメインボディとかいう名前に変えておきますね。で、リファクタリングの対象はないはずで、これなぜかというと、文字列でメソッド名を特定してるからですね。はい、これです。ゲットメソッドで、リフレクションで。なんで、こいつの名前をイント3にメインボディに変えておきますと。このあたりがね、リフレクションを使ってると、要するにコンパイル時に自動検証できないので、まあ、いちいちですね、メソッドをゲットメソッドでリフレクションで取って、インボークというメソッドがあるんですけど、それを使うとメソッドを呼び出せるんですけど、まあ、そんなバカなコードを書くんじゃないみたいな話につながるわけですよね。まあ、余談ですけど。で、変えたんで、テストを発射しておきます。あ、エラー出ましたね。ああ、そうか。素晴らしいですね。ちゃんとエラーになりますよ。何かっていうとですね。出力されたソースコード、イントメインボイドなんだけど、実際にはイント3にメインボディっていう名前の関数なんて出てるじゃないですか。いや、合ってますよ。これテストの修正ミスですね。これです、これ。出力されるソースコードのイントメイン、関数名ですね。C の関数名。これもちゃんと直しておかないといけないですね。ランを。はい。通りましたね。OK です。まあ、こんな感じでね、ユニットテストを書いておくと、デグレが簡単に検出できる。今みたいな些細なね、バグとか、まあ、よくやるじゃないですか。今やったんですけど、実際。まあね、そういうのを、未然に防ぐっていう意味でもテストコードを書いていくのがいいなと思いますよ。で、新しく、これですね。こいつを、ちょっとこれどうしようかな。テストコードとしてはこいつのテストなんで、ここの近くへちょっと移動しておきますね。で、まぁ、ちょっとさすがにそこまでテスト書かなくてもいいと思うんで、それとは別に、イント64メインボディとかにしますか。で、ここロングに変えておきますね。で、そうすると、演算結果、これまあ全部推論でやってますけど、C もロングになるので、リターンで C がロングで変えるんですね。そうすると、これ赤で出ますけど、まあ、型が一致しないですよと。なぜかというと、メソッドの戻り値がイントになってるからですね。戻りの型が。なんで、これもロングに変えておきます。そうすると、エラーが出なくなります。まずこれビルドだけしときます。大丈夫ですね。で、まあ、せっかくなんでテストも出しておきましょうか。なんかデグレってるかもしれないんでね。くだらない問題で。はい、大丈夫ですね。
で、まあとりあえずちょっとここ長いですけども、これダダコピーしますか。こんな感じで、コピーして作ります。名前がかぶってしまうんで、テスト名が。なんでちょっとこれ変えますか。シンプルオーバーオールバイサメーションバイイント3人サメーションっていう名前にしときますかね。で、それに合わせてこっちも、イント64サメーションテストっていうふうに変えておきます。これで一応ビルドは通るはず。通りますね。で、テスト発射すると、テストの中身はね、コピーしただけなんで、通りますね、当然。こんな感じです。で、この状態で、このイント3にメインボディではなくて、イント64メインボディをテストしますね。なんで、こうやって書き換えておきます。で、ここ、とりあえず C のソースコードとしては、イント64メインボディって出るはずですよね。期待されるものとして。で、それから、ここの戻りなんですけど、イントじゃなくてロングと書きたいところなんですが、思い出してください。C で言うとこのロングというのは64ビット整数ではないんですよね。これイントとロングって一緒だったりするんですよ。なんで、これではダメで、調べないといけないですね。C 言語、64ビットとかで調べてみますか。64ビットプラットフォーム、Linux アプリケーションの64ビットシステムへの移植。まあ、でもこっちの方がいいのかな。ロングロングイント型。ああ、そういえばそんなのありましたね。ちょっと見てみますか。アンスコブール型とかありましたね。ブールを検討するときにはなんかこのあたりのことも考えないといけないかもしれないですね。で、よいしょ。ロングロングイント型 C 言語は初めて作成されてから現在までかなりの時間が、ほにょほにょと。ちょっと待ってください。拡大しすぎた。よくわかんない。まあ、これで見ますかね、皆さんね。ちょっと、拡大なしでいきますね。で、64ビット、ふんがふが。で、なんか型のことについて書いてあります。はい。アンサインドイント。あれ？なんか、イントが32767？これ、ターゲットプラットフォームなんですかね？そういうのなしにいきなりね、ググって探してきたんで、ちょっと、あれかもしれないですね。組み込みのことを書いてるのかもしれないですね。ちょっとわかんない。表紙にいてほしい。C の検討、ダブルキャラ、いや、なんかよくわかんないですね。ちょっとやめておきましょうか。こっちの方がいいかな。なんか IBM が書いてますね。Linux アプリケーション。Linux は60ビット。まあ、そのことはよくて。そうですね。僕の記憶では、ロングロングって型があって、こいつはなんかロングよりでかいみたいなイメージがあったんですね。だから60ビットかなっていう気はしてたんですが、本当にそれでいいかな。あ、この辺にあるかな。はい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 。そうそう、アーキテクチャによって、なんかその想定されるビット数がちょっと微妙に違うんですよね。で、これ、Windows では慣例では、ロングは32ビットだけど、ロングロングは64ビットとか、そんな風になっていて、Linux の場合、もうちょっと事情がややこしいのかな。なんかいろいろあるみたいですね。どれを選べばいいんだ？あんまりなんか嬉しくない感じですね。どうすればいいんだろうな。おすすめはしないです。すいません。はい。ごめんなさい。脱線しちゃうんでね。はい。64ビットシステムでのサイズ、構造体のサイズの話ですね。あんまり
パパッと書いてない。なんかね、その辺を吸収するためのタイプデフみたいなのがあったような気がするんですよ。スタンダードなんだろうな、スタンダードインプットエッジだったかな、スタンダードデフエッジだったかな、なんか忘れたんですけどね、なんかあったような気がするんですよ。BSwap ビットシフト文字列関数パラメーター、まとめに来ちゃいましたね。これ IT メディアさんの記事見てみますか。ポインターをイントやろう、まあそうですね、はい、そうですね。あ、まあそうなんですよ。64bit Windows ではね、32bit と 64bit のポインターの型を吸収するためにロングポインターみたいなのが、タイプデフされている、デファインだったかもしれないですけど、まあそういうのがあるんです。でも我々が探しているのは、まあターゲットをね Windows にするっていうのももちろん、こうなんていうんですか、ポータビリティの検証をするのに、それを想定するのももちろんありだなと思っていて、ただなんか全体にわたってまんべんなく使える何かがあれば、その方の名前にしたいなと思ってるんですよね。ないですかね。ロング型を4バイトと仮定してはいけません。そうなんですよ、はい。ああ、この辺でも言ってますね。なんか LP64 や ILP64 がどうのとか書いてありますね。んでどうなんだ、どうすればいいんだ。そう、まあ Windows だとね、アンスコアンスコイント64とかあるんで、サクッとそうしたくなるんですけど、なんかないですかね。これいつの記事かな。2010年か、ちょっと古いかな、こりゃ。どうしようかな。もうちょっとググッ。真剣にググった方がいいのかな。C++、これかな。これ2015年ですね。だいぶ新しいですね。いいんですよ。もう分かりましたよ。そういうモデルがあるのは分かりました。あ、これかな。あ、なんかこれですね。これ。これですよ。C99 とか C++11 ではサイズが補助される型が用意されている。ああ、これに準拠するのが良さそうですね。これによると、イント64についてはイント 64T とか、まあ、アンサインドの場合、UInt64T っていうのがあるみたいですね。で、ああ、ポインターについてもなんか作る、ああ、そうか、こういうのも標準で作られたんですね。なるほど。ああ、なんか MS の知見もなんか一部、MS の知見として導入したかどうか知らないですけど、まあ、イントポインターみたいなのを入れたんですね、結局。で、そこから逆に、イント32というかです、32bit の整数の場合は、イント 32t にするの方が良さそうですね。で、問題は、これらの、型が、何もインクルードしなくても使えるのかとか、そのあたりですね、なんか、編集センスが。何もいらないんですかね。インクルードしなくてもいいんですか。スタンダードなんとかっていらないんですかね。ちょっとわかんないですね。でも古いコンパイラーの場合は、その互換性を解消するための、あ、ごめんなさい、互換性解消するためのライブラリーというか、ヘッダーファイルがあっても良さそうな気がします。ちょっとこのイント64T で検索してみましょうか。よいしょ。CPP。ああ。スタンダードイント 64T。C++11。C++11。
しかもヘッダーは C スタンダードイント、それはですね C プラプラでしか使えないヘッダーファイルですね。でもこういう名前ってことは、つまり、なんとなく、スタンダードイントヘッダーみたいなのあるんじゃないですか。お、なんかありそうですよ。はあ、C 言語の標準ヘッダースタンダードイント C99 から追加されたヘッダーとは書いてありますね。でもなんか、型は以下のものが宣言されています。記号 N は符号なし十進整数を表します。例えば8や24などの数です。int nt という int nt については処理系が8、16、32、64ビットの整数型を提供しているならば対応する型は必ず存在しますって書いてあるんで、あ、これですね。なんかちょっとダイレクトにズバッと書いてないんで、わかりにくいですけど、まあこれですわ。なので、スタンダードイント H というヘッダーファイルをインクルードすれば、これらの型が使えるというわけですね。スタンダードイント H が存在しない処理系だったらどうするか。まあ、後で考えますか。難しいこと考えてもね、どうせ、そういう細かい調整っていうのは、プラットフォームごとにやらなきゃいけないんで、とりあえず今はこのスタンダードイントエッジを使うっていう方針でやりましょうか。そうするとですね、まずどうしようかな。この今コピーして作ったテストですね、これをちゃんと60ビットのテストコードを書くのはちょっと後回しにして、後回しにする場合こうやってテストの属性外せば そのこのメソッドはテストされないので、これで外したことになります。ちょっとこれは置いといてですね、さっきにイント32のこっちの方、こっちをそのスタンダードイントエッジがインクルードされるようにですね、出力するというのをやっときますか。そしてイントをイント 32t を使うように書き換えるというのを先にやっといて、で、64ビットの方に対応させることにしましょう。で、やり方は、まず、この、C の、その関数の宣言の前に、ライトラインで、こんな感じですね。インクルード、スタンダード、イント、エッジ、みたいなインクルード文が先頭に来るはずですよね。っていうテストを加えます。そしてこれさえできれば、この、戻り値の型ですね。ここ、これですね。ここの部分が、int32t という型が使えるはずですよね。で、同様に、int って書いてあるところを int32t に変えれば、これで OK ですね。テストの変更としては。今ね、我々は TDD と呼ばれているものをやってるんですよ。テストをまず変更してますね。要求する、理想的な状態というか、完成されたらどういう状態になってるっていうのをコードに、テストコードに反映させた。これランすれば当然まだ実装してないのでエラーになるはず。はい、なりましたね。で、まあ、さっきテスト、64ビットの方はコピーしたけどテスト属性外したんで、ここからは消えてます。で、テスト内容も、インクルード文とか含んでる、int32t になってるはずのものが、従来通り、int になっていて、ダメだと。一致しないということで、これでまずテストが失敗することが確認できました。じゃあ、これで、コアライブラリの方を修正します。修正するには、コンバーターの方かな。ここですね。C ランゲージタイプネームで、システム int32 が来たら、ここを int じゃなくて int32t を出すようにすれば、片目は全部修正されますよね。それから、ここかな。
コンバートの最初のところで、これ、関数名を、関数の、あれですね、宣言ですね。ここの前に、ごめんなさい、ここの前に、シャープに、ごめんなさい、インクルード、スタンダードインとエッジ、みたいに出せばいいわけですよね。これ、固定ですよね。今調べたのスタンダードインとエッジ。ただ、これ、まあ、ここの場所が望ましいかどうかよくわかんないですね。これ、メソッド1個出力するたびに、このコンバートを呼び出さなきゃいけないと仮定すると、毎回このスタンダードインとエッジがインクルード、インクルード文が出るのはあんまり良くないですね。多分出ても、標準ヘッダーファイルってすごく考えて作られているので、何回インクルードしても、1回しか実行されないとか、ちゃんと工夫してあるので、問題はないと思うんですけど、まあ、あんまり気持ちのいいものじゃないんで、おそらくこれは後々なんかまた、うまいこと、やる必要がある。ちょっといじる必要があるかなと思うんですが、まあ、とりあえず今はこんな感じ。で、これでいけたはず。ですよね。なんで、ランオールしています。いけるかな？あ、いけましたね。テスト。はい、通りました。おー、さっくりですよ。これで、32bit 対応できました。じゃあ、64bit いきますか。64bit のテスト、テスト属性外していたやつをもう一度、入れますね。で、ここ同じように、まあ、ちょっとコピーペでサクッと持ってきますが、ヘッダーファイル宣言、ヘッダーファイルインクルード宣言を追加しました。今、これですね。スタンダードイント1。そして、ここロング。ロングではなく、int64t と出てほしいわけですよ。で、そうすると当然内部の演算とか、まあ、全部、60bit 整数にしたので、こんな感じになってほしいですね。さらにですよ。60bit の整数は、これ、1だとイントで、これローカルゼロに代入すると自動的にですね、これって、こういうことですよね、実は。なので、これは自動的にこっちはロングなので、拡張されてですね、別に1と書くだけでいいんですけど、まあなんか望ましくばこう出てほしいですよね。L をつけると、あ、L じゃないか。L じゃないですね。これもいかんな。これ、C シャープでは L つければロング型になるので、64bit 整数ってことになるんですが、C の場合これだと、同じようにロングなんですけど、ロングは 32bit なんで全然意味ないですね。64bit でリテラルをつけるにはどうしたらいいか調べないといけないですね。やっぱりいろいろ深いですね。ちょっとしたことが。どうすればいいのかな、C 言語 64bit 整数リテラルとかで出れば出るかな。C++ 整数定数でもいいかもしれないですけど、C 言語整数リテラルの謎。いや、なんかあんのそんなの。なんだなんだ。これは、ラッシーさんですかね。ちょっと拡大しますか。まあ、ちなみに、初回から言ってますけど、僕このビデオを撮るのに何も準備してないので本当に今見ながら調べながらやってますよ。はい。さて、なぜ前の記事になったように、なんか前置きがあるみたいですね。前の記事、まあちょっと、どうしても分かんなかったら前の読みます。Cラムの結果、LP を組んでもそれなので LP さんにも少しだけ動作が構成になる。マイナスはリテラルじゃなく単項演算子。ああ、そうですか。はい。そうなんですか。はい。で、受信数の整数リテラルは勝手に昇格する。信号の整数リテラルはイント型。末尾に L や LL、U などをつけると、ロングやアンサインドイント型は別の型になるという、実際は L つけなくても文型になる。
どういうことかというと、受信数整数リテラルはイントの型の範囲を超える場合自動的に昇格してより大きな型として扱われる。まあそうですね。ロングロングでも表せられるの大きな整数は文法エラーになる。ああ発信数、16進数の整数リテラルは符号なしを挟みながら勝手に昇格する。はあ、え8進数、16進数の整数リテラルは符号なしを挟みながら勝手に昇格する。あ、そうなんですか、こういうこと。ああ、なるほど。知りませんでした。ああ、なんかハマりそうなパターンありそうですね、これね。あ、初めて知りました。そうなんですか。あ、ディープな話題ですね、これ。そうなんですか。あ、嫌なんか嫌な感じですね、この辺ね。まあ、まあ、なんかわかる気がします。はい、なるほど。なんかこれ忘れた頃に後ろから刺されそうな話題だな。符号ありなしを混ぜるな危険、最大値や最小値はちゃんとマクロを使いましょう。まだそうですよ。うわー、これなんかあれですね。イント3に、システムイント32とかあるじゃないですか。システムイント64とか。あれにミンバリューとかマックスバリューとか定義されてるじゃないですか。あれって、このスタンダードイントエッジの、マクロイントマックスとか、ああいうのにちゃんと置き換わらないといけないんじゃないかっていうのを案に示唆してますね。これ後々出てくるかもしれないな。ネタとして。まあまあいいや。しかし、ちょっと、そんなディープな話が知りたかったのではなく、単純にイント64の値をどう書けばいいのかみたいな話なんですけど、SS リテラルは。なんか今、さっきチラッとありましたね。LL かな？なんかそんな気がしますね。で、まあちょっとここには残念ながら書いてなかったので、どうしようかな。C 言語で64ビット整数定数を扱う場合の注意。はい。なんか C 言語で64ビット整数定数を扱う場合は、サフィックスとして L、LL、UL、ULL、はあ、などをつけていないとおかしな音になります。例えば以下のようなプログラム、意図した通りには動きません。PK8664 関係の GCC でやってます。これ1はいかんのじゃないか。63だとね、ちょっとなんか微妙な気がしますね、確かに。どうなるかってパッと言えないんですけど。なんか警告出るらしいですね、GCC の場合。VC だとどうなるかわかんないですけどね。UL でいいの？これはわかりますね。1UL と、31ビットシフトと15ビットシフトは UL でいいけど、これ、60ビットじゃないといけないんじゃないのかね。あ、それがさっきの話題につながるんですかね。拡張されるっていうのがね。こんだけか。そんな、整数リテラルの書き方なんて、低俗な話題は話題にすらする必要がないってことか。すいませんね。C 言語忘れてしまったんだよね。60ビット環境に対応するアプリケーションの変換。基本的な型。C の基本。今使っている型を。いやー、整数リテラルの話とか、あるでしょ？ここにも書いてありましたね。int n ね。int n キー、まあ、いいんですよ、そんなこと。どうやって書くの？リテラル。あったあった。ありましたよ。この辺かな？いや、せっかく上でね、int 32とか int 64キーとか言ってるのに、なんでここでロングログキー int とか言って書かれるわけ？わかんないじゃないですか。ズバリ、int 32キーとか int 64キーって書いてくれればいいの。
それとも定義はこうなってるってことですかね。あ、わかんないわ。僕 C 言語わかんないです。C 言語わかんない人が IL2C とか言ってんだからバカみたいですよね。どういうこと？ああ、書いてないよ。どういうことですか？いきなりこんなところでハマるとは思わなかった。データの表現法と、あ、リテラルとか書いてありますね。あ、これさっきのページだな。ちょっと微妙かもしれないね。60ビットのことは言及してるな。うわ、なんか、また、なんか凝ってますね。まあ、確かに。基本データ型ロングイントロングロングイント C99 から、あ、ロングフロートってアンジでは廃止なんだ、知らなかった。あ、ロングダブルだね。ロングダブルだね。あ、全然関係ない話。はい、これはあのロングダブルは多分あの我々は使わないです。ふーんとか言いながらリテラルだよ、これか。ロングイント型の整数、いや違うんですよ。だからイント 64T のリテラルですよ。LL でいいのかな。 LL って言われると、まあそうかとかいう気はしてるんですよ。どうしよう、めんどくさくなって。ですね、まあ実はあのテストがねもう一個足りてないなと思ってて、というのは今あの C のソースコード出力できたわーって喜んでるじゃないですか。それコンパイルして確かめてないんですよね。 C コンパイラーにかけて、いやひょっとしたらなんかすごいバカなミスがあってですね、あのソースコードコンパイルできないかもしれないじゃないですか。なんでできればね C コンパイラーでコンパイルできるぐらいまでは確認したいですよね。あのゆくゆくは前回説明してたみたいにそのコンパイルあじゃない、IL2C で変換されたソースコードを C コンパイラーにかけて、で、出てきたそのバイナリーを実際に実行して、で、結果が一緒になるかみたいなところまでやれるといいなって話したんですけど、まあそこまでやりたいですよね、本当はね。そこまでやれれば初めてちゃんと意図通り動いた、変換されたってことが言えるので、本当はね、それやらないとね、ちゃんと変換できてるとは言い切れないわけですよ、今みたいに。どうなんだみたいなのがあるんで。もう手で書きますか。ちょっと LL を使えるっていうのは分かってるんで、手で書いて、いけるかどうか確認すればいいんですよね、要するに。そうですね。今これ、どこまでやったかというと、60ビットのテストコードに、インクルードを追加して、int 64t に全部変えたんですよね。はい。で、ここは、まあ、とりあえず LL にしときますか。この、コテージですね。1と2ですね。はい。まあ、これ実行すれば、今、テストの属性有効にしたので、実行すれば、これエラーになるはずです。何もしてないので。はい、テスト増えました。エラーになりましたね。はい。なんか、エラーは、キーノットファウンドエクセプションとか、キーノットファウンドエクセプションですね。出てますね。これ、まあ多分、今、まだ対応していないオープンコードが、IL ボディに見つかったので、それを辞書から引こうとして失敗したんでしょうね。まあ、それはもちろん、後で直さなきゃいけないんですが、どうしようかな。C のプロジェクトを追加して、
でちょっととりあえずテストヘッドっていうことにしといて、でゆくゆくはそこにソースコードを差し込むようにしてテストできるような感じにゆくゆくはすることにしますが、とりあえず今はもう単純に、C のプロジェクトを作ってそこで実際にコードを書いてみてなんかどうなるのかっていうのを確認するぐらいにしておきましょう。じゃあ、ソリューションですね。ここソリューションのところでニュープロジェクト、はい、で、VC プラプラ、これですね、久々だな、なんか作る Windows コンソールアプリケーション、コンソールか、コンソールでいいですね、別に何もないですよね、Windows コンソールアプリケーション、それね、しばらく触ってないんでね、何が適切か、MFC ではない、CLR でもない、ADL ですらない。テストも違う。エクステンシビティ?クロスプラットフォーム?違いますね。まあ、Windows コンソールアプリケーションで良さそうですね。で、名前どうしようかな。IL2C、C ランゲージテストみたいにしときますか。名前、こっちのテストどうしたの?テストにしてた?回しとこうかな。テスト。はい。まあ、VC プラプラはね、もうデフォルトで C プラプラコンパイラーなんで、どんな風なコードになるのかな。テンプレートとかみんな C プラプラですよね。やっぱそうなってますよね。ああ、そうですね。ちょっと都合が良くないな。スタンダード AFX のインクルードもしてると。この辺全部、サクッと消しますか、じゃあ。ちなみにですね、やたら毛嫌いしてる人はいるんですけど、スタンダード AFXH とか、この辺ね、C++ を使ってる場合は、プリコンパイルヘッダーのサポートとか、こういうのが、スタンダード AFXH をインクルードすることによって、そこからさらに、インクルードされてくる、すべてのヘッダーファイルをプリコンパイルして高速化するっていう、分かってるとすごく便利な機能があるんですよ。C++ ってもう簡単にヘッダーファイルものすごい数になるんで、なんでプリコンパイルヘッダー機能を使わないともうビルドがすごい遅いんですよ。でそのことをね知らない人がねなんかごちゃごちゃいじって自爆するんですよ。なんで VC++ も今からやろうって人はあんまりいないかもしれないですけど、プリコンパイルヘッダーとかね、ぜひちゃんと活用してくださいね。もったいないんで、これがあるのとないのとでは、ビルド効率まるで違うので、ちゃんと使えるようになってくださいね。ただし、まあ今更その資料を探そうと思うと大変かもしれないですけど。まあ、なんですが、今やってるのは C のソースコードをごちゃごちゃいじるので、で C のソースコードでもプリコンパイルとかできたかもしれないですけど、あんまり意味ないんですよね。C の方は相対的にあんまりヘッダーファイルたくさん連なって使うっていうこともないので、なんでそうは言いつつ今回はサクッと削除していきます。スタンダード AFX、それからターゲットバーエッジ、全部消しますね。はい。リムーブ。多分今でも同じ考え方が通用すると思うんですけどね。それからスタンダード AFX CPP も、削除します。で、この IL2C、C ランゲージ A テスト CPP は、拡張子を C に変えておきます。これ結構重要で、C++ のコンパイラー、まあ、っていうかですね、ビジュアルスタジオがなんですけど、ビルドするときにソースファイルの拡張子を見て C としてコンパイルするか C++ としてコンパイルするかって変えるんですよ。まあ、その表示の動きを変えることもできるんですけど、まあ、ここでは単純に拡張子を C にしておけば、
あの C のソースコードとしてビルドされるようになるので、まあ、余計なこと考えなくていいってことでこうしておきます。で、まあ、この辺いらないですね。消しといて。で、ここに、スタンダードイントってあるのみたいな。あるのみたいな。大丈夫かな、なんか出てますね。リムーブオールアンユーズド。アンユーズドって今や、まだコード書いてないからですね。ポシビリティアンユーズドインクルードディエクティブ。まあ、ちょっと分かっておきましょうか。で、イントメイン、ボイド。だいたい近しく書きますかね。イントテク4キー。あ、ちゃんと認識されてますね。で、あ、ごめんなさいね。皆さんの VC では、これなんかインテリセンスとかもうちょっと弱いのかもしれない。これリシャーパーが、C++ モードもあるので、いろいろ面倒見てくれてます。すいません。リシャーパー入れると便利ですよ、みたいな、そんな話です。すいません。で、出てくるコードは、int 64 キーのローカル0。みたいな感じで4つの、本当かどうかわかんないですよ。まだ IL 見てないですからね。ローカル3まで作られる。そして、ローカル、カル0イコール 1FL かな？はい。で、ローカル1には 2LL。ローカル3は、確かスタックで逆順だったんで、あ、すいません。違いました。にこうですね。で、逆順なのでローカル1で、ローカル3はローカル2でリターンローカル3みたいなコードが出力されることを期待するかな。なんかいっぱい何線出てくる。大丈夫かなこれ。ローカルバリアブル is only assigned but never accessed。え、そうでしたっけ。あ、ほんまですね。間違ってる。リシャーパー賢い。これでいいかな。あとの波線は、デクラレーション&アサイメント can be joined。ああ、これはあれですね。これとこれ一緒にできるよって。まあ、リシャーパーさんはね、すごい賢いパーサーを持っているので、まあ、パーサーと推論機を持っているので、理想的な形ですね。理想的なソースコードに変換できるよって言ってるんですね。ちょっとまあ、余計なお世話だ、みたいな。で、こんな感じのソースコードが出てくることを我々は期待していると。はい。これ、ちょっとビルドしてみますか。これですね。あ、なんかエラー出た？なんだろう。Unexpected end of file while looking for precompiled header. さっきプリコンパイルヘッダーを活用しましょうって言っておきながら、プリコンパイルヘッダーでハマってますね。これは、C++ の、なんだったかな。いやー、久しく触ってないから忘れかけてるな。この辺だったかな。プリープロセッサーかな。あ、書いてないな。オプティマイゼーションかな。あ、なんか入れてません。すいませんね。無視してください。どっかにね、あったはずなんですよ。コードジェネレーションかな。プリコンパイレッダー。これか。あ、これですね。これ。これをすべてのコンフィグレーション、コールプラットフォームズで、全部を使わない、not using に変えておきますね。多分これでいけるかな。繰り返すようですけど、今理由があってプリコンパイルヘッダーを無効にしているので、ぜひ有効のまま、有効でうまくいくように、ビルドできるようにしてください。ビルドシャレにならないほど遅くなるので、
特に C++ で書いてる場合はですね、ぜひ活用してください、ね。で、これビルド通ったってことかな、今ビルドしたけど、あ、こんなことないか。ほう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 、あ、なんかテストが走っちゃってるんであれですけど、ビルドを見ると、IL2C C ランゲージテスト、デバッグイン32でビルドしてますね。エラー出てないですね。はい。いいじゃないですか。できましたよ。久々に書いたのは本当に C のコードですよ。C プラプラでもなく。ということは、ちゃんと最新の VS2017 はちゃんとスタンダードイントイッチを持っていて、まあ当たり前ですよね、最近ね。皆さん批判、合合なんで、標準に準拠しろって。批判がすぐ飛んでくるので、まあさすがに VC もやってるんでしょう。じゃあこれでいいってことかな。これそうか、どうやって確認するって IL なんてないので、いきなりネイティブコードに落ちてるんですよね。じゃあブレークをここら辺にかけてですね、この C のソースコードデバッグしてみますか。デバッグスタートニューインスタンスします。はい、そうするとここへ来ますね。で、そう、なんかもうだいぶ感覚的に忘れちゃってますけど、デバッグのどれだ、ディスアセンブリありますね。これドットネットでもディスアセンブリ選ぶとですね、バイナリーのネイティブのコードのディスアセンブリ結果が出ると思うんですが、当然、C の C++ の、ソースコード、ネイティブコードなんで、こんな感じで生々しく機械語がアセンブリ言語が見えるわけですよ。でこれ見るとどうなってるかな。ローカル0に対して 1LL を入れようとしています。なんかデバッカーちょっとだけ賢くなってるな、昔と比べると。これローカル0を、ポイントしてる部分って、ローカル0ってシンボルがちゃんとここに出てますね。まあ、いかんせんなんか、こっち側が、なんか相対インデックスで表示されてますけど、レジスタの。うん、でもこれは何してるかっていうと、32ビットずつ、デーワードポインターって出てるんで、これ32ビットのアドレスに対して1を入れ、こっちの32ビットアドレスに対して0を入れてるんですね。これ要するに両方で64ビットの値を初期化してる、アドレスに対して代入することで初期化してるってことですね。そうです。これ、32ビットバイナリーとしてコンパイルしてますね。だからこういうコードになるんですよね。で、なんとなくこれ1代入している、すぐ下見るとですね、ローカル1に対して2と0を入れてることで、32ビットを初期化し、64ビットの2を代入してるっていう感じなので、なんでこの 1LL とか 2LL とか、なんとなくこれでいいような感じがしますね。まあ、その後、そのローカル変数の値をなんか取り出してきて、これはあれですね、EX? なるほどね。下位32ビットの値同士を足して、ローカル0と1。で、今度は上位32ビットですね、の値を ECX にロードした後、キャリー付きで、キャリー付きってわかりますかね、こっちでアットした、この行ですね、アットした結果、キャリーフラグが立ったら、つまりオーバーフローした場合ですね。オーバーフローした場合は、そのオーバーフロー分を伴って、上位32ビットの、加算の計算をするっていう意味ですね。はい。で、これで64ビットの計算ができたので、それをローカル2に代入している。それも64ビットなんで、2回に分けてやってますね。D ワードポインターなので。で、ローカル2に入れてます。で、ローカル2の値をローカル3にコピーします。そして、ローカル3の値を取り出して、リターンしていくみたいな、そういうコードですね。この辺、忠実にやってますね。
こっちとしてはあまり嬉しくないですよね。ローカル3って無意味なコードなんで、これね、リリースモードでビルドしたら、多分ね、もっと劇的なコードになってます。せっかくなんで試してみましょうか。これ、何、NECPU って言われても困りますよね。これはね、そうそう、こんな感じになるんですよね。コンフィグレーションマネージャーで変えますか。IL2C、C ランゲージテストのデバッグ、NECPU でビルドした場合、C のソースコードはデバッグインサニーとしてビルドしてるんですね。こっち書いてないで自動ビルドの対応しようじゃないですけど、まあ入れときますか。なんで、これ64ビットに変える。まあとりあえず64ビットだけ見ますか、先に。64ビットに変えました。で、ビルド、こいつだけしましょうか。はい、します。忘れてるかもしれないですけど、ネイティブコードに NECPU っていうのないですからね。ネイティブコードは3時に今インテルアーキテクチャを対象にしてるんで、インテルの IA32 つまり X86 か X8664 かどっちか選ばないといけないので、ネイティブコードはまあそのどちらかをちゃんと指定するせざるを得ないです。 NECPU はありえないです。で、今、64ビットで出たはずなので、これもう一回ビルドして、デバッグしてみましょう。デバッグすると、よいしょ。はい。で、ブレイクポイントで止まりますね。この時にディスアセンブリを見ます。さあ、64ビットだとどうなってるかですよね。この、関数の先頭にあるこの辺のコードは、まあ、お決まりの、コードだと思ってください。大体同じようなコードが出ます。まあ、これ自体にも意味はもちろんあるんですが、まあ、今あんまり関係ないので、飛ばします。で、まあ、ここからですよね。おー、いいじゃないですか。この、さっきデーワードポインターっていうので代入してた、代入というかでね、コピーしてたんですけど、今度 Q ワードポインターですね。Q ワードポインターっていうのは、64ビットのポインターのことを言っていて、これ要するにローカル0を64ビットの値として、1を、ストアしていると。で、次、これだから1命令で終わってるんですよね。おお、さすが64ビットみたいな感じですよ。で、次も、キーワードポインターに対のローカル1に対して2の値を代入している。なんで、この2も64ビットの整数として代入している。そして足し算は、ローカル0とローカル1からそれぞれ値を出し直し、そしてもうあと1命令ですね。さっきはなんかキャリーを使って、アットした後 ADC で、キャリーを伴って足したりしてたんですけど、もうその必要すらない。こう、64ビット演算。64ビット強力ですね、みたいな感じ。で、それを、ローカル2に演算結果を入れるみたいな感じになってますね。なんかちょっと無駄っぽいコードですよね。ここで足し算したら RCX に入ってるんで、その RCX 入れりゃいいのにみたいなのはちょっとあるんですが、これ今デバッグモードなんで、リリースモードでビルドしたらもうちょっとマシになるかもしれないが、まあ後でやってみましょう。で、その後、お決まりの、ローカル2から値を取り出し、ローカル3に入れ、そしてまたローカル3から値を取り出し、それを、戻り値として返すと。戻り値はね、これ今どうなってんだったかな ?RX ですね。RX にレジスタなんですけど、RX に入れてリターンすると、そうするとそれが戻り値になるみたいな約束事があるんですが、まあそれに従って、リターンを実現しているという内容で、まあなんかリテラルについては良さそうですね。で、参考までに、楽しいリリースビルドをやってみましょう。ビルド。はい、ビルド通りましたね。じゃあ、デバッグしてみますね。これね、できるかな。あ、エラーだな。あ、いけないです。構成がさっき、デバッグの方しか変えなかったような気がします。これを、ちょっとコンフィグレーションマネージャーで、
リリースはやっぱり32ビットになってますね。しかも自動ビルド対象外になってるんで、これ64ビットに変えておきます。ビルド、自動ビルドするようにします。で、もう一回ビルドします。はい。で、デバッグしますね。デバッグ。はい。なんかブレイクポイント、このローカルゼロ、イコール 1LL のところに入れといたはずがここに来てますね。なんかものすごく最適化されてる気がしますね。これディスアセンブリー見ましょうか。なんだこれはみたいなこれですよ。これ何が起こってるか分かります？1命令、2命令になったんですよあの長いのがこれこんだけですよ。 Move EX3 リターン以上みたいになってますね。いやーこれマジかみたいな感じですが、ちょっと疑問も残りますね。これ EX でいいんか本当に。何が起こってるかというとですね、 C コンパイラーがここの計算しちゃってんですよ。実行時にやってるんじゃなくて、もうコンパイル時にこの計算全部できるからやっちゃって、結果の1たす2は3っていうのだけ、3をもう直置で代入して終了。いやー、すごい最適化ですよね。笑えますね。笑えるんですけど、ちょっと疑問もありますね。これ EX で本当にいいのっていうのがちょっと、なんか、本当みたいな。あれ間違えてるのかな、ソースコード。間違えてるって言ってるのは、もうドイツの方って、あ、でもイント 64T になってますよね。で、ローカル3はローカル3になってますよね。この時、64ビットだと RAX にならないといけないのに、EX3 になってんですよね。これは、この関数が呼ばれた時にですね、上位32ビットが0になってるっていうことが想定できるとか、そういうことかな。ちょっと、いいんかなって気はしますね。それは、デバッグのレジスター、今現在レジスターがどうなってるかっていうのを見れば、見てもわかんないかもしれないけど、レジスターです。ありました。こいつをここら辺にポチッと置きますね。で、これで、中身見ますよと。いや、上位32ビットってゼロじゃないですよね。これ、バグちゃう？いや、なんかあんまりバグとか言いたくないですよ。コンパイラーのバグとかね、大抵打ちのめされるんで、俺が悪かったみたいな感じで打ちのめされるんで、あんまりバグと言いたくないけど、いや、でもこれは、どうなの？大丈夫なのかな？まぁ、ちょっとこれ一つステップしますね。はい、ステップしました。あれ上位、上位クリアされましたよ。上位32ビットクリアされちゃいました。そうだっけムーブ EX3 って上位32ビットクリアされるの？いや、ちょっとすいません、出直してきますみたいな。あ、そうですか。僕、わかりました。僕、IA32 とか IA64 できない人間でした。すいません。よく、わかんないです。ちょっと、そうだったのみたいな感じですね。これは、これを確認するにはどうしたらいいんだろうな。あんまり、これ今やってることって IL2C には直接関係ないんですよね。C コンパイラーの動きがどうなのかみたいなところにちょっと足を突っ込んでるので、本当は関係ないんですけど、まあちょっと調べてみますか、参考までに。わかるかな。一番あり得るのは、IA64 アプリケーションノートとかかな。みたいなのがあるんですけど、現代にそういうものがあるのかどうかちょっとやっぱないかな。 IA64 の
あ、家録音じゃないです。すいません。X 送るの。ああ、X 送るんじゃないといけない。ああ、昔はね、インテルがものすごい詳しい、資料を出してたんですよ。そのコンパイラーにしろ。インテルが作ってるデバイスってみんな、なんて言うんです。要するに組み込み開発とかやってる人向けにものすごい詳しい資料とか、しかも日本語 の, 資料でも出しててですね、それ読むとすごい細かいことがいろいろ詳しく書いてあってすごいんですけど、ちょっとねさすがにね最近あんまりなんかそういうのを見なくなったインテルもなんかやらなくなっちゃったみたいね、ちょっと残念で出てこないんですよね。そんな細かいこと、本当はなんか命令ごとになんかこんなことをやるみたいなのがつらつら書いてあるやつがあるんじゃないかと思うんだけどな。ちょっと待ってくださいね。僕の持ってる本なのかな。みんな古いんですよね。ちょっと今本棚見てるんですけど、あれかな、64ビット、まあ、ターボアセンブラとかね、あるんですよターボアセンブラもね、こういうちょっとね、映るかな、こう懐かしいとか言う人いるかもしれない。こういう本がね、実はあって。ちょっとだけお見せしますよ。あまり見せるとね、あれなんで。これにね、どれだったかな。ロードじゃない、M。あ、これか。そう。このね、こんな、ちょっとやりにくいんですけど、こうか、これこのなんか今右下に move ってあるじゃないですか。これは move 命令、さっきもちらっと出てましたけど、 move 命令の説明で、なんかオペコードとかニーモニックとかクロックとか書いてあって、これ486まで書いてありますね。86からちょっと字が潰れて見にくいかもしれないですけど、86286386486で、そのこのムーブ命令を実行するのにかかるクロック数が出てますね。なんか2分の9、9分の2、3分の2、あ、じゃない、ごめんなさい、これ2とか3ですね。3クロックとか2クロック、2クロック、486だと1クロックで実現しますとか、あとまあこんな感じで続けて、このさまざまなムーブのパターンですね。レジスタ対レジスタだとか、レジスタ対メモリーだとか、相対インデックスがつくとかつかないとか、使用レジスタのによって特別になんかクロックとか条件が違ったりとかしてるのの、まあ、こんな表があってですね、そこにまあ説明がまあこんな感じで書いてあるんですけど、まあ、こんなようなね、資料がインテルからも出てたんですよ。それ見るとね、多分分かるような気がするんだけど、ちょっと分かんないですね。何をやるみたいなのが、さすがにね、64ビットの本ってないんですよね。なんかあったかな。もう僕ら感覚麻痺してるんですけど、80486は32ビットじゃないですよね。はい。多分この辺が一番新しくて、これより新しい86のそれ細かいやつってもないんで、多分今買おうと思ってもなくて、洋書ならあるかもしれないですけどね、ないかな、ちょっとわかんないですね。ムーブ
かなり分かんない細かい話ですね。意外でしたけど、まあそういうもんだと、まあ、思うしかないですね。まあ、ここが変わってた、朝廷と違ってたからといって、僕らがどうにかなる話でもないし、あれがバグだと仮定するなら今頃大騒ぎになってるんで、多分あの動きが正解なんでしょう。もう一度やると、あ、間違えました。そっちじゃない。そっちちゃう。もう一回動かしますね。新たなことを学習しました。来たかな。来ましたね。で、ディスアセンブリー見ると、どれだ？あ、これじゃないです。これじゃないです。何言ってますか。違います。ここかな。はい、来ました。はい、まあ、たったの2命令になるんですが、ムーブ EAX3、私はこれはムーブ RAX3 ってなると思ってたんですが、EX3 でもいい、しかもこの命令を実行すると、上位32ビットは自動的に0になると。まあ、おかしくないかもしれないですね。RAX の上位32ビットだけを取り出してアクセスするための、なんていうんですか、疑似レジスタ指令というか、なんかそういうのって書けないような気がするんですよ。AX はね、実はね、AL と AH に分解できる、できるね、できるので、H にだけアクセスするとかできたんですよ。なんですけど、まあ EX も確かにね、言われてみれば上位32ビット、上位16ビットか、上位16ビットだけアクセスするって方法ないですし、RX は上位32ビットだけアクセスするって方法ないので、この動きが正しいんじゃと、まあ、信じましょう。まあそういうことですね。なので、まあ結局ですね、Cコンパイラーやっぱりか想定通り賢かった、リリースビルドすればみたいな、たった2命令に置き換わりました。素晴らしい、いいですね。我々ゴールとしてはいい感じですよね。まあこの動きはVC++ の話で、まあ多分 GCC も賢いんで、おそらくこうなる、ほぼこうなるでしょう。まあその他の環境のコンパイラー、独自のコンパイラーがどういう振る舞いをするかはまた別の話なんですが、まあ多分あれじゃないですか。いや、今時だと IoT って言ったってですね、コードをビルドするときに裏では結局 GCC 使ってます、みたいな話なんで、まあ多分そんなに心配する必要はないかなと、むしろなんか想定通りでよかったよかったみたいな、じゃないかなと思います。はい。というわけでですね、今ネイティブコードでビルドしました。当初の目的は64ビットリテラルをどう書いたらいいのかわからないっていうところで試したんですね。で、まあその結果としてこの LL って書けば、今なんかツールチップでインテリセンス出てますね。インテル64T って出てるんで、まあ間違いないですね。1i64 って書けばいいのかな。まあちょっとわかんないですけど、まあ LL って出せばいいってことがわかると。はぁ、やっと来ましたね。ということで、まずちょっと C の話はここで一旦戻してですね、我々が書いている IL2C のテストコードの、64ビットのコードが int64t という型を出します。そして計算の時に、リテラル値ですね、は 1LL とついて出てくれれば、まあうまくいくでしょうということがわかりましたと。ですね。で、これを今テストありになってるんで、もう一度ちょっと実行しますね。今何が起きているのか、このテストで。はい、エラーになりました。2つエラーになってるぞ、なぜだ。キーノットファウンド、こっちはこっちはなんか違うって言ってますね。32ビット、あ、何か違ったっけ。Expected String Length 213 Bat was 108? 長さが違うって言ってる？ん？一体何が、
何が変わったんですか。何が変わったんですかね。ここで止めて動かしてみましょうか。はい、来ました。まあ、エクスペクテッドはね、自分でここで書いてるからいい。32ビットのあたりですよね。イント3人メインボディですよね。間違えて変えてないよな。イント3人メインボディ変えてないですね。何も変えてないのになぜエラーが出るのか。ソースコードを見てみましょうか。出力された。おお、なんだこれ。なるほど、わかりましたか皆さん。最適化されてるんですよ。あー、すごいですね。最適化されたコードでもちゃんと最適化された状態で出てますよ、ソースコード。これ今リリースビルドしてるからですよ。リリースビルドしているので、これね、はい、IL 上多分ですけど、なんかローカルセンス1個しか定義されてなくて、で、そいつに2が入り、これ2って、ああ、なるほど、みたいな。2と1はなんか直接値を足してますね。そしてリターンしてる。あ、これ、あれですね、IL どういうコードが出てるのか興味深いですね。ちょっと見てみますか。もう偶然なるかな。リリースビルドでもなんかちゃんと、変換はできました。テストコードは当然通らないので、これでは。もう失敗してますけど、変換できましたよ。ちょっと見てみますか、どんなコードか。IL2C。いやー、何が起こったかと思いました、最初。何も変えてないのになんで、ね、テストが通らなくなるのか。はい、出ました。テストコード。わー、なんかすごい短くなってますね。わかりますかね。メイン。これかな。はい。あ、ミン？あ、違います。ごめんなさい。これじゃなくて。あ、まあ、これでもいいんですけど、ちょっともう一回。テストですね。こっち。こっちを IL スパイにかけて、中を見ます。どれだ？イント3にメインボディですね。おー、なんか少なくなってますよね。こんだけしかないですよ。6命令 ?1,2,3,4,5,6。6命令だけですね。で、しかも、ローカルズ。ローカルズは1個しかないローカル変数。B が割り当てられてますね。B がインデックス0に割り当てられている。そして IL としてどういうコードになっているかっていうと、LDCI41、LDCI42、STLOCK0、LDLOCK、あと、リターン。はぁ、なんか、惜しいというか、お前もうあとちょっとなのにって気もちょっとしますよね。これちょっと、図に出しましょうか。面白い。お前もうちょっと頑張れよ、みたいなコードが出てますね。まあもうわかる、わかる人はわかると思うんですけど。はい、何 LDCI41 LDCI42 STLOCK0 LDLOCK0アット。リットと。こういう風ですね。全部で6。何が起きてるかというと、評価スタックがあります。LDCI41 と LDCI42 で、スタックに値が LDCI41 で1が入る。LDCI42 で2が入る。ここまでいいですね。で、STLOCK0 してるってことは、ローカル変数領域0、0に、ここの値をポップして、ここへ入れてるんですよね。で、ポップしたんで、ここもなくなってますよね。
そして次 LD60 この値を再びここにプッシュしますね。まああのこれ、ローカル変数領域は消えたりしないので、2は入ったままですけど、でアットするので、ここから2つの値を取り出しアットして、2たす13になります。そしてそれが評価スタックに積まれます。でリターンしてる、評価スタックに1個だけ値を積んでリターンすればその値が、メソッドの戻り値ということになるので、まあついつま合ってんだけどお前もうちょっと頑張れよと、あの別にいらないじゃんね、あのローカル変数領域いらないじゃん、つまりこれなくてもよくて、あのヒューマンリソース名前忘れた、あのゲームを思い出してくださいね。ゲームの一番最後にやった4年目か4年目にやったやつを思い出してほしいんですけど、スタックに直地で1と2を積んだらそのまま出せばいいわけですよ。でそれがここに積まれたらリターンすればいいので、これいらないですね、この2つ。なんかやりましたね、ゲームでもね。おい、いらないよね、コピートゥーとコピーフロームいらないよねって話したんですけど、まさにそれと一緒ですね。おい、いらないですよ。ロズリン、もうちょっと頑張れよ。まあでも、あのこのスタックの動きをあの今僕らの IL2C はシミュレートしてるわけですよ。なのであの結果的に同じようなコードになっているちゃんとリリースモードでビルドされた IL もあのちゃんと出てるわけですよね、これで。あ、今見えないか。もう一回実行しましょうか。はい、実行しますね。とソースコード来ます。あ、ごめんなさい、見えてないです。あ、今あのちょっとテストコード実行し直したんですが、こんな感じで、はい、ローカルゼロ宣言されてますね。でそこに2を入れでリターンローカルゼロと、ローカルゼロはこれは、最後にローカル変数、ローカル領域を参照しているコードがあるから、それと、1を直地で足してるものが、そのままリターンになっているってことなんで、まあ、偶然なるかな。偶然なるかなというのは、僕らは全然そんなこと考えてなくて、コードを書いたんだけど、まあ、正しく動いている。しかし、ロズリーンみたいな。面白いですね。なるほど。まあというわけで、今そのソースコードがね、リリースビルドでビルドされてしまったがためにテストコードとは合わなくなってしまったのでテストが NG になっているというわけですね。この辺あれですね、テストが安定してこうパスするためにはもう一工夫が必要かもしれないですね。テスト対象のアセンブリはさらに別の、プロジェクトに分けて、そいつは常にデバッグモードでビルドされるとか、なんかそんなようなことを考えなきゃいけないかもしれないですね。まあ、ちょっとそれも後にしましょう。別に、デバッグでビルドしてればいいので、しばらくは。はい。さて、なんかすごく遠回りしましたけど、イント 64T ですね。これをなんとか、やってしまいたいんですが、イントロク、ちょっとランオールしておきますね。デバッグビルドで。はい。そうすると、64ビットのテストだけが失敗 してますね。32ビットは、成功してます。はいはい。そうそう。なんでエラーになったんだみたいな。びっくりしましたけど、そういう理由でした。はい。で、今、まあ、これでダメですよと。で、まあ当然なるかななんですが、コードとしてはこういうふうに出てほしいです。多分行われていないのは、int64t
の出力自体はやっているけども、多分60ビットに対応させるために、必要な IL が足りてないんでしょう。で、じゃあ、どんなコードになるのか、実際に IL スパイで見てみましょうかね。64ビットのメインボディ、ちょっとこれリリースビルドなんで、あ、ダメですね。ちょっと見直しますね。これか。IL スパイを開き直します。ちょっと上紛らわしいんで全部消しておきます。はい。の、64ビットのボディと。はい。こんな感じです。で、この辺想定通りですね。なんかまた、ローカル変数領域って4つ取られてます。最後の1個は名前ついてないので、まあきっと無駄なコードになってるんでしょう。で、それぞれのローカル変数領域はリイント64の型になってますね。32ビットではなく64ビットになってます。あ、ちなみに、メソッドの宣言の方もリイント64を返すようになってますと。はい、想定通りですね。で、IL のボディの方を見ると、まあ、相変わらず先頭にノープがある。まあ、でもこれは既存のコードでも無視されるから問題ない。LDC-I41 は僕らコード書いてるから問題ない。昆布 I8 とかいうのがありますね。これ、もちろん、僕らコード書いてないんで、多分ここで刺さってるんでしょう。対応する IL コンバーターがないので、刺さっている。で、あと ST60、それから LDC-I42、昆布 I8、ST61。まあ、この辺の流れはなんとなく一緒のような感じですよね。うん、いいような感じですね。で、BRS で無駄なジャンプもある。無駄になってますよね、これね。こう、すぐ後ろにジャンプしてるんで。で、LD-ROCKも同じように使ってるので、多分この昆布 I8 がまず問題ですね。あと、64ビットとしての扱いが本当になんかうまく、これってそこ以外、この昆布 I8 と、ローカル変数領域がイント64として宣言されているということ以外に大きな違いはなさそうなので、それで全体としてついつまが合うかどうかっていう問題はありますね。で、テストコードはこうなわけですよ。で、この A とか B とか C はバーで書いてるけど推論されて全部イント64です。で、リターン C で戻るものも、イント64です。まあロングなんでね。で、出力されるものは、まあ基本的に型がイント64に置き換わる、リテラルだけイント64として明示されてる。っていうところさえ満たされれば他の基本的な骨格は変わってないとみなされるので、まあなんかあの昆布 I8 をまずなんとかすればいけるんじゃないかなって感じはしますね。で、昆布 I8 って何か、これ、こいつは何かというと、例によってカレントバージョンじゃダメなので VS2008 にします。何でしょうね、ちょっと見ますか。イント64に変換し、イント64をスタックにプッシュします。スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。バリューがスタックにプッシュされますって書いてあるけど、これは僕らがやることでしょうね、きっとね。で、こっちが実際の動作で、バリューがスタックからポップされ、変換演算が施行されます。正常に変換された場合は、結果値がスタックにプッシュされます。なるほどね。正常に変換できない場合っていうのは、まあ、ありえますね。全然違う型とかいうのもありえるし、あと何でしょうね。なんかちょっと書いてあるかな。昆布 I8 はオペコードは、スタックの一番上のバリューをオペコードで指定された型に変換し、変換した値をスタックの一番上に残します。4バイト未満の整数値は評価スタックに読み込まれるときにイント32に拡張されます。ただし昆布 I または昆布 U が使用される場合を除きます。この場合も結果はネイティブイントになります。
不動小数点値は F 型に変換されます。ああ不動小数点値から整数値への変換では、数値が0方向に切り捨てられます。うん、難しい。フロート64からフロート32への変換時に有効桁数が減る場合があります。バリューがフロート32には大きすぎる場合は正の無限大または負の無限大が返されます。ある整数型から別の整数型への変換でオーバーフローが発生すると上位ビットは切り捨てられます。結果がイント32より小さい場合はスロットを満たすために値が符号拡張されます。不動小数点型から整数型への変換でオーバーフローが発生すると返される値は指定されません。されません。このフィールドを使用するときに例外がスローされることはありません。結果型が結果値を正しく表すことができない場合に例外をスローする等価の命令についてはコンブ OVFI8 とコンブ OVFI8UN のトピックを参照してください。まあ今は関係ないですね。結構難しいですね。これ何言ってんのかな。最初は4バイト未満の整数値は評価スタックに読み込まれるときにイント3に拡張されます。読み込まれるときだよな。そうだな。僕らちょっとまだやってないですけどね。ただしコンブ i またコンブ u が使用される場合を除きます。この場合も結果はネイティブイントになります。不動小数点値は F 型になります。この場合は結果もって書いてある。このもがめちゃくちゃ気になるんですけど、ネイティブイントって言葉はここで初めて出てきたんですが、なんでもなの。なんか微妙ですね。これ細かい動きをいろいろ言ってるような気はするんですが、今やろうとしていることにはあんまり関係ないですね、直接は。多分ですけど、不動小数点の値が、スタックにプッシュされているような状況でこのコンブ i を使うことができて、その場合、イント64に変換しようとするんだけど、その場合の動きとかそういう話をしてますね。で、4バイト未満の値を変換したい場合って、例えばバイトの値、1バイトの値とかを変換するような場合って、このコンブ i8 とか実行する前にですね、スタックにプッシュする段階で、イント32というか、32ビット整数に拡張されますよって言ってるのが、なんか、ここの話ですね。4バイト未満の整数値は評価スタックに読み込まれるときにイント32拡張される。なんで、これも今取り組もうとしていることには直接関係ないですね。で、このネイティブイントになりますっていう文面が一体何のこと言ってるのかよくわかんないですけど、ネイティブイントは、環境に応じて、32ビット整数から60ビット整数を表してます。それは何て言うんですか、32ビットアーキテクチャの上で動いてるか、60ビットアーキテクチャの上で動いてるかによって、このネイティブイントの型の、サイズが違うと。Windows で言うならば、イントポインター。みたいに、こう、環境によって変わるものっていうことですね。だけど、これも今には直接関係ないので、なんかいろいろごちゃごちゃ書いてあるけど、除外して考えるなら、単純に、スタックに積まれている32ビットの値を64ビットに変換して、そしてもう一回スタックに積み直すみたいな、そういう動きってことですね。そういうふうに書いてありますよね。バリューがスタックにプッシュされます。これは自分がやります。そして、バリューがスタックからポップされ、変換演算が施行されます。これが32ビットだったら64ビットになります。正常に変換された場合、結果値がスタックにプッシュされます。なんか、ここの文面も微妙ですけどね、正常に変換されなかったら値プッシュされないのかよ、みたいな。プッシュされなかったらその後の、IL すごく困るような気がするんですけど、深く考えしましょう。なんかよくわかんない、どういうことなんだこれは。ちょっともう一回戻りますよ IL に。
まず LDCION1 っていうのはどう考えるとこれ32ビットの値をプッシュしてますよね。書いてありますよね。エバレーションスタックアスアンイント32って書いてあるので。MSDN。LDCION1。という命令で評価スタックに1って数字が入るっていうのを何度もやってるんですけど、この1というのは実は32ビットの値ですと。こうですね。で次に conf i8 でやります。でそうすると、こっから値を取り出してきます。これは32ビットです。これを64ビットに変換します。そしてスタックにプッシュすると。なんでまあ要するにこれ64ビットになると、こういうことですね。これなんか意味あるかな。今回のコードでは何も影響ないですかね。評価スタックって僕ら今ニュースタックかっこストリングという感じで、評価スタックって実はこれ今32ビットとかだとか64ビットだとか言ってるけど、実は全部文字列で操作してますよね。なのでこれ32ビットの1と64ビットの1って文字列に変えても一緒ですよね。一緒にならないパターンあるかな。受信数で表してる限りないような気がしますね。例えば32ビットの一番小さい数、C で言うならミンイントみたいな、ちょっと待ってください、ね、なんだっけ、イントミンC 言語整数型の最小値、最小値リミッツエッジにあるみたいですね。でこれによると紹介してないと申し訳ないんで、これなんて読むんですか、わかんないです。こういうページに今来ました。わかんない、なんて読むのあれ。イントミンの値、書いてないか、書いてあるかな、この辺かな。イントとロングの最小値、これですね。なんか後ろのここマイナス1って何よくわかんない。マイナス21474846474ですね、多分ね。で最小値はそれなんだよな。でも最小値か、どういうことかな、大丈夫かな。32ビットでマイナス1って64ビットでもマイナス1かな。これってビット表現、まあ64じゃないわ、16進数表現か、 0xFF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 
これが60ビットになると受信数で表現するとマイナス1ですよね。64ビット16進数で表現すると多分 FFFF みたいにダーってあってこれ8だか16個か16個、もうめんどくさいね、こう書きますけど
16進数で表現すると違う値になるけど、10進数で表現している限りマイナス1はマイナス1ですよね。32ビットから64ビットに拡張する場合、この辺はなんかテストコードに盛り込んだ方がいいような気がしますね。で、なんかね、いろいろ面倒くさそうなんで、本当は16進数できちっとやりたい気はするんですが、まあとりあえずマイナス1の値をマイナス1という文字列で表現しておけば何もしなくてもいいってことになりますね、現状。もちろんさっきなんか MSD に細かく書いてあったみたいに、その不動小数点の値が来た場合は何かする必要があるかもしれない。それね、文字列でやってくると逆に困るかもしれないですよね。そのあたりがなんかこの評価スタックを文字列が持ってて大丈夫かなっていうのがちょっと引っかかってるって言いましたけど、そのあたりにつながってますが、まあ今いいってことにしますか。まだちょっと分かんないな、どうすべきか、まあ、全体的にどうすべきか分かんないんで、まあとりあえず今もまだもうちょっと評価スタックをどう持つべきかはこのまま文字列でいくことにし、でしかも、昆布 I8 についての処理は基本何もしなくてもいいということになりますね。昆布 I8 は、0x6a みたいですね。でも、あ、そうか、今IL コンバータ書くのにもこの値自体は参照しなくても書けるはずなので、ちょっと書いてみますか。IL コンバーター、はい、これの、まあ、どこら辺に置くのがいいかわかんないけど、まあ、とりあえずノップの下あたりにちょっと置きますか。これもちょっと数増えてきたらソースコードを分けるとかもうちょっとやった方がいいですね。この、昆布 I8 コンバーターですね、新たに追加します。で、オフコースのこれが、昆布 I8 ありますね。これです。で、オペコードが、これだったら、アプライ、ゴニョゴニョしますって書いてあるけど、オペランドももちろんなければ、スタック操作も結局今の話で、今のところはする必要がないので、このままスルーして、ソースコードも、オペランドポップしたりしないので、生成もしないので、このままヌルを返すと。はい。で、コンブ I8 はこれでいいですよね。もうそんだけでいいのかな。コンブ I8 で結局、まあ、1っていう文字列がスタックに積まれている場合、それはまあ変更されずに1のままになります。で、そいつは ST6 のところで、ソースコードへの代入、ローカル0イコール1とかいうような感じで、作られる。お!来ましたね。そうか。リテラルに LL つけないといけないですね。1LL とか。1LL つけるためには、その型が、ロングだと分かってないといけないですね。じゃあ、あれなんですよ。コンブ I8 をそのままスルーするんじゃなくて、後ろに LL って付けばいいんですよね。つまり、こういうことか。何もするわけではなくて、まず、スタックから1個値をポップします。そして、スタックに新しい値としてプッシュします。その値は、こう。いく気はしますよ、うまくいく気はするけど、データゼロがこれリテラルの場合は LL ってつければいいけど、そうじゃないやつはまずいですよね、これだと。例えばローカル変数を参照するのが、スタックから得られてきました。例えばこういうことですよ。データゼロがローカルゼロみたいに来たとします。これに LL つけたらこうなるわけですよね。これはダメですね。
なるほどね。どうしましょうね、これね。あ、やっぱりあれですか、評価スタックストリングじゃまずいかな。これって今評価スタックから値をポップしてきた時のこいつが、リテラルの値なのか、それともなんかそのローカル変数なのか、なんかを参照している値なのか、あるいはなんかさらにもっと複雑な IL がもし作られてたとすると、ここがなんか複雑な式が組み立てられた結果の式を表す文字列が返ってくるかもしれないですね。ちなみにこういうローカルゼロだったらどうなるべきかっていうと、これキャストでしょうね。こうなるべきかな。あーと、イント64キーみたいなキャスト、ですよね。そうなるしかないですよね。ああ、だから、スタックにプッシュされていたものが、どんなものかは判定してやらないと、このリテラルなのか、それ以外の何かなのかの区別がつかない。やっぱり思った通りあれですね。ストリングではまずそうな感じがしますね。じゃあ何だったらいいのか、具体的ななんかモデル、型をつけて、モデルにするのが一番理想的だとは思うんですけど、まだあまりよく分かってない時に複雑なものをいきなりバーンって導入するのも嫌なので、オブジェクトにしときますか。そして、リテラルの数値の場合は、その数値、例えばイント32とかイント64のインスタンスとして、スタックにプッシュしておく。でそれ以外のこういう例えばシンボル参照、ローカル編成のシンボル参照とか、そういうのは文字列としてストリングで格納しておきますから。あるいは、複雑な式とかだと組み立てられた結果の、式を表す文字列、つまりやってくるのはなんかイント32とかイント64の値か、または文字列がやってくると想定して、でここでなんかそのうまいこと判定をするようにしますかね。なんかもうちょっとなんかやっぱり型が整理していてできそうな気はしますけど、なんかもうちょっとバリエーション見てみないと、どんな型が望ましいのかっていうのは今の時点ではよくわかんないですね。じゃあそういうふうに変えますか。ああなるほどね。いいですね、いろんなことが分かって。じゃあこの評価スタックのこのストリングを変えたいんですが、どうやってやるべきかっていうと、まずこの規定クラスの IL コンバーターのこのシグネチャーをスタックストリングからスタックオブジェクトに変えますか。そうすると継承してるやつは全てエラーになりますね。今バーって出ましたけど、エラーになってます。だからこいつをちまちまと直していくっていうふうにやれば、直し間違いがないですね。でしかも呼び出してる側のコンバーターの実装の方も多分エラーになってると思うんで、それらも全て直せば、ビルドが通るはずっていうふうにすれば、直しミスを減らすことができますよね。なんでそういうふうにやっていきますか。まずノップコンバーターは何も処理しないので、ここをシグネチャー変えて終わりで、今のコンブ I8 コンバーターは、これ後にしますか。後にしといて、他のやつで先やりましょうかね。LDC I4 コンバーターも、これオブジェクトに変えます。で、これそうですよ。LDC I41 っていうのは、32ビットの整数の値をプッシュすることになってるんで、こいつが文字列の1ではなくて、ただの1、32ビットの1を、プッシュするようにしてやると。ああ、いいですね。はい。で、I42 コンバーターも同じような感じで、文字列ではなくて、実際の32ビットの値をプッシュします。で、ST の方ですね、問題は。ここでポップすると、これはオブジェクトなんですが、あ、まあでもこれでいいのか。これあれですね、ストリングフォーマット使って、でこんな風に式を作ってるわけなんですが、ここにどんな型の値が来ようが、イント32の値が来てもこれ0とか1だったら1、0とか1とかになりますよね。で、
文字列で何らかの何か値が来たら文字列でここにそれが挿入されるので、あ、これこのままでいいですね、あ、いい感じじゃないですか。で次、stlock1 も一緒ですね、スタックをオブジェクトに変えます、それだけですね、それでうまくいきます。2も評価スタックをオブジェクトに変えるだけ、3もそうですね、まあ、思ったほど大変でもないですね。で ldlock は変えます。でこれは結局ローカル変数のシンボル参照のこう名前をプッシュするので変わらないですね。オブジェクトに対して文字列もちろんプッシュできるのでこれで問題ない。であとはローカル1、それから、ローカル2、それから、ローカル3と、はい、いいですね。で、お、あとはどうなんだろうな、あとはスタックから何かポップします。これらどんな型のものが来るかはわからないけど、けどまあアットすればいいよね、右辺と左辺をどういう型かわかんないけどいいですね、別にこんだけのことですね、はい。で BRS、 これはどうかな、これは、あ、今あれですね、単に無視するようにしてるのでここは変わんないかな、オペランドは変わんないはずだから変わんないですね、はい、いい。リターン、リターンもいいですね。オブジェクトの値がポップされてきてもそれが文字列でリターンホニャララみたいな感じに置き換わるのでいい。ああ、割とそのままいけましたね。はい。で、呼び出し側の方も直さなきゃいけない。ここですね。スタック。あ、これ型が違ってる。アプライをバイパスしているだけなんで、これは型を合わせます。あとは、下、あ、ここかな。こいつは渡してるスタックが、型違うので、オブジェクトのスタックを渡すようにします。以上。いいじゃないですか。できましたね。で、ライブラリの方は良くて、テストコードの方、あ、なんかエラー出てますね。これはなんだ。あ、これ用意してるスタックの型が違うので、これも直しておきます。そのかな。なんか別に問題なさそうですね。これビルドしてみます。直し忘れが、あ、まだありますね。あ、そっか。i8 コンバータ直してないですね。あ、あとなんか、もう一個あるかな。先こっち直すか。テストコードの、あ、合ってますよね。ああ、そっかそっか。IL2C コアが直って、ビルド成功してないから出てるんですね。なので、まあ、それは関係ない。i8 コンバータを直しましょう。で、こいつをオブジェクトにします。そして今の話で、スタックから値をポップしてきて、こいつの値が、リテラルの値だったら、LL をつける。そうじゃなければ、キャスト構文にするみたいな感じですね。リテラルの値っていうのは、つまりこういうことかな。もし、データ0が、イントの値だったら、まあこれ、あ、イントの値、うん、そうですよね。うん、これは今全くテストコードで想定したものそのものですよね。イントの値がやってくるので、本当か？そうですね。LDC I41 で代入しプッシュしているので、イント32の値が来ます。そしたらスタックに後ろに LL と付けた文字列としてプッシュします。これで、64ビットリテラルとして成立すると。まあ、それ以外のパターンはどうなんだろうな。ここにデータ0に64ビットの値が来る可能性とか考えるべきかと言われると、よくわかんないですね。それに、ここの LL は LL 付ければ、まあ多分、当面問題ないけど、
なんか60ビットの値に実際に変換して格納する必要ないのかなっていう一末のなんか不安はありますね。要するにこう、こう。ああ、ごめんなさい。ロング、インと、こいつオブジェクトなんで、一旦正しい型にキャストした後でないと別の型にキャストできないので、まあこう書くんですけど、こうしなくていいのかなって、実際のロングの値に変換してプッシュしなくていいのかなって。まあそうするとですね、LL をどこでつけるのかみたいな別の問題ももちろん出てくるんですけど、それはなんか使う側でつけた方がいいんだろうかって、ちょっと本当になんか一末の何かあるんですけど、大丈夫なのかな、あんまり自信ないですね。でもこれ取り出した側で LL ってつけるっていう風にすると、至る所にそれ入れないといけないですね。メソッド化すればいいのかもしれないけど、どっちが正しいかちょっとよくわかんないな。やっぱり今はこうしておきますか。まだその辺見えないので、ここで LL とつけた文字列としてプッシュする。ポップしてるから大丈夫ですね。ポップしてプッシュする。じゃあそれ以外の値が来た場合、これがキャスト構文ですね。こういう感じ。うんと 64p プラスデータみたいな感じかな。はい。これでスタック操作はできたので、ソースコードはこの時点では生成されないから、このままヌルで返す。これでいいかな。うん、いいような。あ、実はね、なんかちょっと問題がありそうなパターン1個見えてるんですけど、今はまあこれでいいかな。はい。どうでしょうね。これビルド通るかな。うん、ビルドは通りましたね。テストはどう？あ、通らなかった。なんだこれ。ああ、なるほど。なんか生成されてはいますね。なんですが、int64t っていう型名を想定していたところが、システム int64 になってますよ。ああ、なるほど、みたいな。そうですか、そうですか。あれですね。システム int32 だったら、int32t って文字列を返すっていう、ここがダメなんですね、要するに。ここね、とりあえず、今回も、ダダ書きでいきますか。まあ、次回はもうやりたくないですね。次回はもうちょっと整理したいですね。型が、システム int32 だったら int32t という文字列にします。型が、システム int64 だったら int64t にします。それ以外だったら、まあそれ以外ってパターン今試してないんですけどね。試してないけど、それ以外だったらまあフルネームを返すというふうにしておきましょうかね。これが今、これがなかったんで、フルネームを返していて、システム64、いや int64 っていうのになっていた。はい、事項。おー、通りましたよ。ほら。ね。いけましたね。素晴らしいですね。パチパチ直すだけで、具体的な出力とか別に見てないんですけど、テストとしては成立してますね。これか。64ビットの場合、このコードで、ね、いけてるってわけですよね。まあ、本当に心配だったら、ここでデバッカー、動かして確かめてみますか。とここへ来ますよね。で、そうすると、ソースコードが実際どうなっているかというと、こうなっていると。はい。
いい感じですよね。これ 1LL になってますよね。2LL とかね。はい。じゃあ、まあ、今日のソースコードいじりはここまでにしておきますか。今ね、もう1時になってるわ。いい加減寝なきゃ。はい。区切りがつかなかったんで、ガリガリやってましたけど。これいいかな。今回はC のプロジェクトも追加しちゃってるので、あれですね。はい、C を選んで、C テストプロジェクト。ユーロングコンバート。はい。どうしよう。もう、ラベルやめて、6の、今回6か。6の6って書いておきますね。はい、よいしょ。なんか、ユーロングサポートの話だけでめちゃくちゃ長くなっちゃいましたけど、いい感じですね。はい。今回取り組んだのは、まあ、64ビットサポート、ユーロングの値をサポートするっていうのを入れました。その過程で、実際に C としてコンパイル可能なかどうかを見るために、プロジェクトを追加しました。そして、64ビットをサポートするために、i8 って命令を使っていたので、それをサポートするようにしましたと。で、まあ、やっぱり、C のソースコードで実際、ビルドしてみたら、なんか、問題が、いくつか分かったんで、まあ、そういうのを反映させたって感じですね。うん。これで、C のコンパイルの、まあ、手動ですけど、テストヘッドもできたので、まあ、今後のテストもよりやりやすくなったかなと思います。ということでですね、また、まあ、今日はここまでにして、また次回、この先、今日の、前半で検討した内容の、まあ、どの辺に進むかちょっと考えなきゃいけないんですけど、やりたいと思います。ということで、今日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。